やべマジ難しいぞここ。はい、超絶特大ボリューム。全300ステージ完全制覇を目指しているこちら。完全制覇目前で新たな沼ステージ。マジで難しいですここ。崩れる基準と言いますか、崩れる崩れないのラインが未だにわからず。5回で赤エリアにたどり着けない。ってことでもしかしたらここが最後の1個、沼ステージになるかも。ってことでとりあえずここは飛ばして、300まで沼らなければ進めていっちゃいましょう。おし、じゃあ切り替えて進めていくぞ。またまた出ました。赤エリアにたどり着けパターン。しかもこの距離でたっぷり9回動かせる。なるほど、把握したぞ。カラフルな部分も全部カッチコチに固定されてるのね。そして9回も動かせるから、冷静に向きを整えて進んでいけばいいだけ。はい、完璧。こりゃもう余裕ですな。はい、絶対に9とか多すぎなゆるゆるステージでございました。楽勝。マジでね、難易度設定の癖がすごい消しゴム落としさんです。お次はイチゴちゃんをボールから守れ。どっからか飛んでくるのかな。あ、はい、なるほどね、把握。ランダムじゃなくて固定だったらまずは左からね。そしてその後は上かな。さすがに1球だけなわけはないだろうから。あ、失礼、もう1回初手が最悪すぎました。おしおし、この角度なら。あ、ショッポ、当たったよな今。はい、守れてなかった。ちょっと待ってな、これボールの数によってはなかなか難しいぞここ。お、これはちゃんと守れてる。おしおし、2個目も成功からのまだ続く。焦ったぜ。おそらくですがイチゴちゃん一周上下左右で4球ですな、きっと。はい、待ち構え位置完璧。さあ次よ。おお、ナイスー。しっかり合わせて当てて一定の。最後はまさかの止まってた位置がもう守れる場所だったわね。カウントダウン。あ、普通にクリアなのね。今のカウントダウンいる。お次は消しゴムを箱まで運べ。ここも動かせる回数たっぷり9。こういうシンプル操作力ステージは得意。なんか爆発したんですけども。まさかのステージがどんどん吹っ飛んでいくカオステージ。お、落ち着け、まだ全然大丈夫よ。あ、どんまい。悔しい、完全に不意の爆破で乱されてしまったぜ。もう1回。さあ今度はしっかり止まってからの。ちょい弱かったか、ラスト1だ。うっそ、あと数ミリ進んでいれば。さあ3度目こそね。はい、さすがにクリアしますよ。お、これは良い一発。はい、ここも力加減完璧。ここまでパーフェクト。はい、ここまで来て残り2。これはさすがにな。はい、オッケー。ナイスー。じゃあマリサ、続き任せた。しょ。お、何のスポーツかはわからないけどユニフォームマシン。これで消しゴムチャレンジも残すところ1ページ半か。ステージ283はラグビー。コンバージョンキック？ラグビー知らない人にはもうお題が難しいけん。これでいいのかな？爆速クリア、大正解。そういう名前だったのね、あそこ通すキック。お次はテーブルクロス式ならぬ、本式、ケーキを倒さず2本を抜け。はい、爆速失敗、もう1回。回転はなしの方が良さげ？だな、回転なしで直線まっすぐ引き抜いてみる。おー、いった。やはりケーキの重心的に上に抜くのが正解だったな、オッケー。お次はくぐり抜けね。くぐり抜け系は過去の傾向だと、全体的にかなり簡単なステージ多め。はい、まずサクッと上成功。って弱すぎた、もう一回。で、マリサ、なぜに最初からやり直したし、弾数小屋でここ。あ、マジだ、勝手にこの難易度、2球で決めるもんだと思い込んでた。そしてこれは悲しいギリ失敗。まあまあまあ、こっから残り3球だからな、余裕で調整でしょう。あ、やっべ、今度はタイミングの方が。残り2球、ここは決めたい場面。はい、くぐり抜けてはないけども、オッケー判定いただきました。この判定もね、理不尽それはオッケーだろってのもあれば、逆にいいんすか？ってこんなのもある、消しチャレンジ愛らしい。さあさあ、お次は回避ステージ。迫る壁を回避せよ。あ、そういうことね、くぼみのところにポジションを取れと。了解です、もう一回。そしておそらく何回か連続で来るはず。はい、右と下確認。おしおし、回避成功した模様。はい、右下。
はい、今のはシンプルに矢印の角度ボンミスもう一回。おっと、これは久保井一固定？いや違った、今度は右ちょい上。はい、しっかり回避。からのまだ来るぞ3回目。はい、スター。どうだいったか？おーよかった、3回で終了でしっかり回避できていたようです。お次は消しゴムと鉛筆、すべて倒せ。弾数は3だな。そこをはい、まず一撃で2つ倒すよ。おーこれで奥の鉛筆を2回で倒せばクリアね。ただちょい厄介な1鉛筆。空いてるとこ抜けるか？あ、やっぱ邪魔された。でも今のでお邪魔鉛筆が邪魔じゃない位置に。てか早く次やらせて。おし、勝負の一発。あ、はいミスったで悔しいが、多分次でクリアできるはず。はい、まずは消しゴム。そして相変わらずの次に行くまでの謎時間。じゃ今度は奥から。はい、ナイスさあさあ勝負はここですよここ。だからなっけーな次ターンまで。はい、やっとで。おし、かすった程度だったけども倒れましたよかった。本日も順調ね。この調子で行けば次回あたりついに完全制覇か？それじゃあここでチェンジ。霊夢、出動。ミッションはすべてのボールを箱に落とせ。ビリヤードを模したステージね。ファーストショット。そして今日多いですな謎に、回数はたっぷり9。おしおし、いい感じにボールが何個か吸い込まれていった。あっという間にボール残り2で動かせる回数8、こんなん絶対クリアやん。まずこの中央上のボールを右に落とします。で自分が落ちたか？これはまさかまさかの、いやまさかすぎるアウトだったよ、もう一回。まあでもさっきの感じだとね、落ちるのだけ注意すれば余裕でしょう。左に3個、まずはこの3つから対処。お、これはめっちゃ最高な位置に最高な形で止まったのでは？はい、下に転がってくるボール2つ。完璧な待ち伏せ落とし作戦。お見事、これで残すは1個だけ。さすがのさすがにね、もうミスらないわよ、不利じゃないわよ。さあまだまだたっぷり5回も動かせます。マジで今日は回数制限無駄に多いステージエグいです。はい、これもう入ったでしょ。あ、まさかの止まった。ちょこんと押すだけだし。こんなはずではドンマイでございました。はい、さすがにもうな。ラスト1個、今度こそ頼んだぞレイム。ここだー。あれ落ちちゃった？落ちたようにも見えたが。あークリアなんかーい、タイムラグやめてってことで今日も順調に進んだ消しゴムチャレンジ。これで残り飛ばしたステージと最後の1ページだけになったので、次回、ついに全300ステージ完全制覇を見せできるかな？ってことで続きを楽しみに。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。